こんにちは。オスオス。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、シャープゼロの動画をご覧ください。ということで前回、アリススプリングスに向かい、ナイツ&マジックの面々を仲間にしました。通常プレイでは最強クラスのリアル系となるエル君とイカルガですが、本プレイでは底力がないというこの点がきつすぎるので、どうなることやら。むしろツェンドルグの方が割とやれそうな雰囲気漂ってる。そしてついにサポーターのリストラが始まりました。サポーターは初期状態だと6枠しかなく、状況に応じて入れ替えていく形となります。この6枠に選択していることで発動するパッシブスキルと、SSP を消費して使う使用時のスキルを吟味して選んでいきます。とりあえず、うつみ&立夏がパッシブ、使用時ともに縛りに引っかかってて意味をなしていないので、まず一番に外されます。さようなら立夏さん。多分うつみのだと思われる友情が邪魔してる。応援だけ使えたら素直に便利なのに。3G は都合3回組織が変わっています。ガオガイガー最初のゾンダーとの戦闘。いわゆる EI-01、パスダーと戦っていた頃の、G アイランドシティにあったものがガッティ・ジオイドガード。そしてその後、原種の襲来とともに宇宙のオービットベースに移されたのが、2つ目の 3G、ガッティ・ギャラクシーガード。しかしガッティ・ギャラクシーガードは原種との戦いを経て、30連太陽系に向かうことになり、地球を追放されながらも地球の危機を救うべく向かい、帰ってきませんでした。帰還したのは2人の子供、天見守とカイドウ・イクミの2人ですね。ここまでの詳細は勇者王ガオガイガー、ガオガイガーファイナルをご覧ください。そして新しく作られたのがガッティ・グローバルガード。今のオービットベースを動かしたりしてるのはこの組織です。なお全部 3G なので、非常にわかりにくい。後々ではエンブレムカラーから取って 3G グリーン、3G ブルーと呼ばれることになります。そしてそんなガッティグローバルガードがメインで戦っているのがバイオネット。要するにテロとかを起こす犯罪集団です。ガオガイガーファイナルの最初にも出てましたね。あの組織が未だに残っていて、いろいろ動いているという感じです。そんなわけで守くんとカイドウです。いや誰やお前ってなりますよね本当に。この頃の二人はもういません。まあ 3G 追放が10年前のお話なので、守くんもカイドウももう20歳です。おじさんはないだろからの坊やはないだろ。うわっはぁ、おじさんかっこいい。なおまもるくんは声優が変わっていないため、20歳男性とは思えない声の高さです。そら坊やって言われるわ。まもるなんていなかった。綺麗にカイドウしか見えておりません。
ということでいきなりですが出撃です。先に言っておくと今回の敵はすべて AI 銃を、ガオーマシンの予備パーツと融合した、偽ガオガイガー的なゾンダーロボです。どういうことかって、武装がブロークンマグナム、元いゾンダーマグナムなので、格闘武装です。今までやってきたスーパー系の敵はイズルで引きつけるが一切通用しない相手です。そんなわけでもちろん龍馬さんと守る、カイドウは知り合いです。月面戦争、ドクターヘルジ編、一年戦争、原始大戦がおおむね全部10年前。なのでこの辺に関わってた人たちは大体知り合いです。これが新しい勇者の姿。新しいガオガイガーです。なお本来ガイガーの元となるギャレオンがいないので、いろいろ代用しています。細かい説明は多分クリア後の会話で。ということでシナリオスタート。敵はバイオネット、EI-15 軍団です。そしてこれが新たなる勇者、ガオガイゴーです。特徴は二人乗りであるということ。これは元となる部分が覚醒陣というものを使っているためであり、動かすためにはデュアルカインドという特殊能力者が二人乗り込む必要があります。そのためガオガイゴーは二人乗り、今はカイドウとマモルが乗っています。一応ガオガイゴーのメインパイロットはカイドウです。なおこの二人ですが、大きな問題を抱えています。それは、スーパー系なのに、勇者なのに、底力がないということ。底力最強ゲームで底力を持ってない奴がまた一人。これは勇者とデュアルカインドが特殊能力としてあるためだと思いますが、嫌だとしても底力はくれよとしか言えない。一応勇者で命中回避クリティカル率が、デュアルカインドで照準運動性攻撃力が上がるので、補っている、かに見えるけど、火ダメ減少はしてくれないんですわ。底力がないので普通に2発殴られると撃墜されます。ルシミ、サポートを頼む。おお、任せとけ。準備いいですか、キャリバーさん。ま、任せろ。アクセスコード、グリッド版キャリバー。俺を使え、グリッドマン。あ、グリッドキャリバーエンド。ということで AI-15 です。なんでこれが量産されてるかって言われると、一応原作でジェネシックガオガイガーそっくりのゾンダーロボが出てきたからだとは思います。そんなわけで AI-15 の武装はただ一つ、ゾンダーマグナムです。格闘属性です。レッド5をはじめとするアッシュの防御シールドは射撃のみを防ぐので、反応しません。無力です。さらにシルエットナイトの効果でダメージが減少するのも射撃のみです。このゲーム格闘武装強くない？そしてそんな EI-15 がさらに強くなる要素。それは特殊能力、ゾンダーバリア。2000以下の全属性のダメージを無効化します。こっちのバリアより優秀やんけ。ちなみにガオガイ号のプロテクトウォールは射撃武装を1800無効化なんで、本当にゾンダーバリアの介護官です。全属性無効バリア、そして底力。さらにエースボーナスで火ダメ 0.9 倍。どうなると思いますか？とにかく全部弾かれます。バリア強すんぎ。よし、始めよう。どうWow.
ガオガイ王にそんなものは効かない。カイドウさん、ガオガイ王の弱点その2、カイドウも守るも初期状態で必中が使えない。致命的なやつ。勇者とデュアルカインドで命中率を持って集中を覚えているためなんとか形を保っていますが、底力がないためこれ以上命中率を上げることができない。どうしてこうなった。そしてデュアルカインドの使用上、レンドルグ同様パイロット切り替えを行うことができます。カイドウが援護攻撃、守るが援護防御を持っています。これを利用して一気でどっちも行うという戦い方をするのが利点でしょうか。援護はどちらもありがたいので、固めな援護防御役としては役立ちそうです。なお底力がないのでそのままガオガイ王が狙われるとまずい。ままならない。本当に絶妙な使いづらさしてる。ということで敵増援。出てきたのは EI15。全く同じ機体ですが、HP がクソ多い。乗ってるのは疑似ゾンダーメタルから素体になっています。素体ってことは、中に人がいるやつ。いっつもゾンダーって言ってたやつって言えばわかるだろうか。ということで今回は早めに広域戦術警戒をしよう。いつも割と使わないで忘れがちなんでね。ひとまずこの EI15 に囲まれてる状況をなんとかするために分析かけてゴリゴリ攻撃していきたいところ。なお分析をかけてもゾンダーバリアが割れない。底力が発動してなくても火ダメ 0.9 倍状態に2000超えは割とめんどい。何がめんどいって援護攻撃がほぼほぼ防がれるんですよね。ジュッケバイン30のダブルグラビトンライフルがHP 満タン状態で分析かけてる敵にクリティカルで2500。これ他の武装の援護じゃほぼ無理ですね。ゾンダーバリアを全属性防ぐようにしたやつ出てこい。ちなみにこの底力プラスゾンダーバリアの解決策と言えるのが、バリア貫通武器。バリア貫通さえ持っていれば、ゾンダーバリアも怖くない。ということでついに出番が来たのかな、ラティブガンダム。インコムはオールレンジ兵器なので、バリア貫通を持っています。これならゾンダーバリアを破れるので、HP が少ない EI15 にもダメージを与えられる。まあ当たらないんですけどね。集中なしのインコムが 38% でした。集中かけても 67% ぐらい。指揮官フル発動だったので、あと漏れるのはジャミングぐらいか。結局レイアースで叩き割れってことですよ。まあこうなるのが分かっていたので、レイアースにマニュアル EXP 装備してたみたいなところはある。そもそもバリア貫通できたところで攻撃力足りなくて EI10 を落とせてなかったですしね。ナラティブ悲しいなぁよな、悲しいなぁ。ところで前回入手したシルエットナイト、ゼンドルグ、やっぱり意外とやれる子かもしれん。これ陸敵性 S のおかげか、命中率が想像しているよりだいぶ高い。あと突撃戦法も陸敵性 S なのでちょっとダメージ高めに出せるし、何よりキッドが努力、アディがひらめきを覚えているので、レベルを上げつつリスクのない攻撃も仕掛けられる。アサルトアダプターとかいう？全部の地形適性を A にして、かつ攻撃力をプラス200するとかいう非常に便利なものがあったので、なんかゼンドルグ、普通に便利そうです。まさか出番回ってくるとは思ってなかった。少なくとも集中かけて頑張って 60% 出して火凝らしてるよなと守るより強いです。射撃に耐性あるし、シールド持ってるし、
底力あるし、援護防御もできるし。ついでに突撃戦法はバリア貫通もあります。ナラティブいらなくね。ガオガイドウならパワー負けはしない。これで貫けないものだぜ。なんとか当ててくれました。さすがにそろそろ当ててくれないとね。ちなみにガオガイボウのドリルニーにはバリア貫通がついてます。便利。まあむしろこれについてなかったらヘル&ヘブンでも打たないとまともに EI15 が倒せないんですけどね。もう一つの武装シナプス断撃はサイズ差補正無視はあるけど、バリア貫通はしてくれません。シナプス断撃の設定的に、なんかデバフでもあってもよかった気がしなくもない。さてとりあえず敵ターンにゴリゴリと反撃。なんとかいい感じに減らせはしたかな。数体 HP ギリギリになってる機体がいますが、スパロボ30はあんまり同じ機体を集中攻撃してこないので助かった。ぶっちゃけ未だにこのゲームの敵の攻撃目標がよくわからん。機械機体を狙ってきてるとかでもないし、HP 少ないやつを狙ってくるでもないし。この辺知ってる方いたら教えていただけると幸いです。正直2回狙われるかどうかで話変わってくること多いにあるんでね。さっきの敵ターンのツェンドルグみたいに。さて奥から素体の EI15 が来ました。あれがこっちに来る前には雑魚を全部落とし切っておきたいところ。一応左側の EI15 はおおむね HP 半分ぐらいにはできているので、レイアースとかグリッドマン、ゲッターあたりでゴリゴリに攻撃して落としていきたいところ。ゲッターもゲッタービーム連発してたからもうエネルギーないんですけどね。燃費はさすがにあんまり良くない。はい。集中も使えず、不屈も使えず、サポーターで必中も使えない。底力がないので命中率が漏れない。当たる気がしない。これ守るくんとカイドウどうするのがいいんだろうか。底力を要請してもいいけど、レベル2じゃまともに機能しなさそうだよな。正直海ちゃんの底力レベル3を見ていたので、あれで戦えって言われたら割と絶望する。守るくんは鉄壁とか覚えてくれるのはいいんですけどね。必中が遅いのはいただけない。せめてデュアルカインドのレベルがもうちょっと高かったら。おまけみたいなもんだから無理か。射程に入った。インカム。終わらせる。こちらもなんとか当てて撃墜。てか EI15 型。1300しか効かなかったのはちょっと予想外。機体サイズが 1L なので、ダメージが減ってますね。インコムにはバリア貫通はあってもサイズ差補正無視はついてないですから。スーパー系の敵はどいつもこいつも機体サイズが大きいので、いろいろ厄介です。ところでこの辺の機体サイズ関連に関して、ちょっと疑問がいくつかあったので調べました。一応明日あたり、検証動画として軽く投稿すると思うのでよろしくお願いします。さてそんなわけで残り雑魚は4機。底力バリアを割れるやつが限られてきてるので、削ったはいいもののどうやって落とそうみたいな状況が続いています。というか D、命中率やるやん。ゾンダーマグナムを食らって HP が減り、底力が発動したことで、命中率も安定しました。あとは指揮官などで補正すれば十分すぎる命中率になりますね。ゼンドルグは HP が少なめなので、残り HP800 とかになっても底力フル効果じゃないんですよね。リアル系機体の中でもシルエットナイトは HP 少なめな設定みたいです。改造は高いので、強化パーツあたりで盛りたいところ。そういえば現在12話で、ここに至るまで全く改造という行為をしてきていませんが、別に機体改造自体はしていいんですよね。ただまあお値段が非常に高いということと、
パープル2のカスタムボーナスがやっぱり欲しいよねってところから放置しているだけ。5マス以内の味方機の命中回避プラス 20% はさすがに強い。必中使わなくていい場面が増やせるのはありがたい話。ただそろそろ HP とか装甲の耐久周りの物足りなさをひしひしと感じているので、どこかで折り合いをつけて改造をしていってもいいかもしれない。ちなみに一番理想的なのは、エオスアップデートで機体改造とか武器改造費を安くできるものがあるので、それを縛りギリギリの5段階まで取得してから改造するのが多分一番いい。まあそんなことしてたらいつまでかかるのかわからないから、多分どっかで改造しますけどね。さてこれで残りの量産機は2機。どっちも瀕死です。ついでにラーカイラムも瀕死です。攻撃力高いし必中使えるようになったからつい頼っちゃうね。EI-15 のゾンダーマグナムが普通に射程長いし痛いしなのが非常によろしくない。地味にカスタムボーナスでゾンダーマグナムの射程が1伸びてるので、しっかり全距離対応してくるんですよねこいつ。厄介極まりない。唯一の救いは HP 回復とかがないこと。ゾンダーの系譜だったらあってもまあおかしくないのが。これで HP 回復ついてたら本当に無理だった。マモルさん 70%、80% の攻撃をことごとく外すマモルとカイドウ、そろそろ泣いていいか。せっかく仲間になるステージだっていうのに、いいところが一つもありません。ちなみに今打った技、シナプス断撃ですが、状況に応じた化学反応を引き起こす物質を生成し、放出する技です。ブレイクシンセサイズとか言って光ってたところで化学物質を合成してます。まあこの技、ものすごくガオガイガーっぽくないって思いますよね。だってこれ、ガオガイガーじゃなくてベターマンが初出のものですから。このゲームに参戦しているのはガオガイガーではなく、破壊王、ガオガイガー対ベターマンです。パワー負けの前に当ててから言ってくださいね。本当に当たらないんですけどどうした？守るよ。ガオガイをこのステージで当てたのってドリル2ぐらいなんだが。さてそんなわけで残りは素体の EI-15 だけです。HP が3万7000もあるので、だいぶ面倒そう。ついでにエースボーナスがしっかり疑似ゾンダーメタルと違います。素体のエースボーナスは、最終命中率プラス 50% です。補正値高すぎて一瞬二度見した。これひらめきとか使わないで避けられるやつもういないだろ。ですがまあぶっちゃけ敵の攻撃なんて命中率こんなに上がらなくても避けられないので、実質エースボーナスなしです。疑似ゾンダーメタルの火ダメ 0.9 倍の方がよっぽど困る。スーパーエキスパートプラスは敵の攻撃を避けるゲームじゃないんでね。ということで一旦距離を離して、おびき寄せます。位置が絶妙に遠かった。あとはいつも通り分析を使用し、囲んで殴ります。なおこいつも底力とゾンダーバリアがあるので、生半可な攻撃だと防がれます。
火力が高いやつ、バリア貫通できるやつだけで攻撃をしていくのが無難でしょうか。あと意外と攻撃力も高いので、HP 減ってるやつはおとなしくしておくのが無難。囲むのは他の機体たちに任せましょう。最悪援護防御で守れるようにはしておきたい。ということで攻撃開始です。素体はガードとかそういう技能は持っていないので、気力が上がっていくのは特に問題ないです。いやこれレイアース落とされるんか。攻撃力の高さを思い知ってる。修理をして回復させてもいいんですが、ここはフーちゃんの魔法、守りの風と戒めの風を使っていきます。これで装甲を上げて、落とされないようにしておく。絶対に負けない。心の力を炎にする。行って、装甲アップと能力ダウンでギリギリ耐えられました。これは最悪後で修理すればいいかな。満タン状態にして食らうより、反撃食らってから修理したかったんです。そして相変わらず火力がぶっ飛んで高いゲッター。魂仕様のゲッタービームで1万5000ほどダメージを叩き出し、残りは6800ちょいです。底力から発動してないところから、一気に硬くなるところまで持っていきました。あとは頑張ってバリアを割るだけ。でも火ダメ 0.9 倍がないからか、意外と雑に削れてますね。ということで最後くらいはミシェルを使用して必中とひらめきをガオガイ号にしよう。ちゃんと当てる形で、素体を撃墜してもらいます。バックアップは任せろ。ここで決めてみせる。ヘラマンドヘル。ゲムギルガンコーブ砲。素体の EI 銃を撃墜。強化パーツでチョバムアーマーをもらいました。装甲と HP アップ系は非常にありがたい。ということでいつものやつ。小さいマモルくんのクイラ仕様が割と好きです。第二次アルファで散々見た。この人が総帥らしいです。完全にマッドなサイエンティストな見た目。舌をこんだけ出しててまともなわけがなく。なんで30連太陽系から来たって知ってるんでしょうね。まあこのタナトスはもういろいろ発症している状態なので。ちなみになんでマモルくんがベターマンを知ってるかって言われると、一応以前に会ったことがあるからですね。赤松さんあたりから話聞いてそうではあるけどもね。
意味深な喋り方をするのはこういうキャラのお家芸です。そしてたくさんいます。これ全部ベターマン。ベターマンとはこの名前じゃなく、種族の名前みたいなもの。まあ人間のことを人って言ってるのと同じようなもんですね。何もわからないまま意味深なことを告げてどっかに行きました。わかるのは一つだけ。破壊王というやつと戦うことです。そういえばシロウってその頃同年代なのか。マジンガー Z 時代に小学5年生。マモルとかが当時小学3年生だったので、多分2つ上ぐらい。そんなわけでガオガイ号は成り立ちからガオガイガーとは全く違います。まだガオファイガーの方が近くはある。まあでもそもそもフュージョンしてないんだよなこれ。ニューロノイドの覚醒人外号が変形して外号になる感じです。ということでクリアです。マモル君とカイドウは絶妙に使いにくいですが、強制出撃も多いので出番はそれなりにある。そんなわけで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価。Twitter のフォローなんかしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。プレイヤーのみんな、お疲れ様です。破壊王、ガオガイガー対ベターマンの主人公、天海守です。そして俺が、真の主人公、獅子王ガイだ。裏の主人公、ラミア。なんだとベターマン、お前が主人公のはずがあるか。ならばこの場で雌雄を決するべし。望むところだ。そういうことなら僕も参戦するよ。ただいま会場では激しい大乱闘が起こっております。というわけで次回のプレイもよろしく。真実の主人公青野啓太がお送りしました。